東、シナ海ガス田問題。東、シナ海ガス田問題は、東、シナ海での日本国と、中華人民共和国、中国のガス田開発に関わる問題である。中国軍事研究家の平松茂雄は、中国政府の目的は、資源ではなく、軍事的拠点を、ガス田の名目で建設することだとしている。平松はこれらガス田には、ミサイルや、 戦闘機の配備も可能だとしている。問題となっている海域には、中国側の調査で、春行、日本名、白樺、断教、日本名、クスノキ、天外天、日本名、歌詞、平庫、霊勢、日本名、ロン論ン、日本名、アスナロ、残雪、残雪北の8月伝が確認されているが、春行、白樺、断教、クスノキにおいては、 その埋蔵地域が日中中間線の日本側海域にかかっているため、両国間の問題に行っているほか、日本政府は、天外店、菓子、チン、アスナロについても資源が中間線を越えて広がっている可能性を指摘している。日本は2005年に経済産業省が中国に対抗し、民間開発業者への私屈権付与手続きを行うなどしていたが、その後経産大臣に、 親中派議員が配置されたこともあり移転してソフト路線となってまい、現場に海軍を配置して強硬に開発を推し進める中国に対して傍観するしかない状況となった。地区を限定して共同開発する話もあったが、その後一方的に共同開発より格下の出資扱いとされてしまった。対中関係を配慮するばかりに、 この問題における出遅れや対応の遅さが指摘されている。問題となっているがすでんは、両国の排他的経済水域内にあり、日本はその権益の範囲を現在国際的に一般的な日中中間線とするのに対し、中国は1970年代頃までの国際法上の解釈に基づ、大陸法の先端沖縄トラフまでを主張している。 こうした排他的経済水域に関わる問題は、国連海洋法条約において、関係国の合意到達の努力に委ねられているが、解決が見られない場合は、調停を要請できる。それでも解決が見られない場合は、各裁判所に要請することができる。登場役は平和的解決を要求しているが、条文には強制力がないため、 関係国がこれに応じない場合調停や裁判所での会ができない。日本、中国ともに国連海洋法条約に批准しており、日本は国際司法裁判所や国際海洋法裁判所に付託することを中国に要請しているが、中国はこれに応じていない。平松茂雄は中共指導部の目的は地下資源ではなく施設の軍事的利用だと主張している。 西佐諸島のようにミサイルや戦闘機を配備してグアムの米軍を牽制する目的だと推測している中国政府はこの海域の資源開発研究を30年以上前から続けており1999年に平庫ガス田全体が日中中間線により中国側にあるガス田で天然ガスの生産を開始している中国は経済成長により 電力需要が逼迫していることから、春業、白樺、天外店、菓子両ガス電でも、日本の工技にもかかわらず採掘施設の建設を進め、2005年9月下旬には、日中中間線から 4km の位置で、天外天ガス電の生産を開始した。なお、11月にも創業を始めると見られる春業、白樺の採掘施設は、中間線から 1.5km しか離れていない。 6月中国が春行、白樺の本格開発に着手したことが分かり、春行、白樺、断橋、楠木付近の海域を独自に調査。春行、白樺、断橋、楠木は地下構造が中間線を挟んで日本側につがっており、天外天、ロン論ン、アスナロもその可能性があることを日本政府は確認した。このため、 中国が日中間で地下構造がつながっているがすでんの採掘を始めると日本側の資源麻酔い取られてしまう可能性が高いとして問題視している。そして外交ルートを通じて当該海,海域での開発作業の即時中止と地下構造のデータ提供を求め続けているが2005年現在中国側はデータ提供を拒んでいる。7月 当時の中川正一経済産業大臣は帝国石油に敷地権を付与した。日本の資源を守る目的があるとされた。敷地権付与手続きと並行して日本政府は中間線付近のが月でに日本名を命した。春行は白樺、断橋はクスノキ、冷静は気境、天外店はロン論賃はアスナロトシ、公文書などでも使用を始めた。 しかし、小泉首相は中川を農水大臣に横滑りさせ、親中派として知られる二階俊博を経済産業大臣に任命する。二階は中国を刺激しないように外交ルートを通じての話し合いに終始し、結果的に日本による支出は頓挫することになった。中国側は日本の抗議に対し日中共同開発を提案していたが、日中中感により、 日本側の領域のみの共同開発としているため、日本政府は受け入れを拒否した。2005年10月、同問題についての日中局長級協議で、日中中間線をまたぐ春行など4がすでに、限って共同開発する提案を中国側に言った。中国政府は、日本の行為、私屈権付与は、中国の主権と権益に対する重大な挑発かつ、侵害。 強烈な抗議と自国の行為を棚に上げて反論している。中国は中国海軍の最新鋭艦であるソブレメンヌイ、旧駆逐艦を含む5隻程度の艦隊でガス田周辺の警備を行っており、管轄の南京軍区や東海艦隊はガス田開発問題が表面化して以降、日本との突発的な軍事衝突に備えて第一級警戒態勢を指揮、 幹部の無許可での移動を禁じていると言われている。6月8日、中国政府は、春業ガス電の共同開発相手として、日本企業の参加も認めると伝えてきた。東、シナ海ガス電がすべて創業を開始したとしても、大消費地の上海周辺の需要量から、1から2年の需要をまかないな、う程度の埋蔵量しかないのではないかと推定されており、日本は、もちろん、 中国側から見ても決して採算性のある事業ではない。そのことから中国の真の狙いはガス電の開発それ自体より日中中間線付近に複数のプラットフォームを建設することにより日中中間線近くの海上に事実上の中国領土を人工的に作り上げ第一列島線の一部でもある東、シナ海の正海圏と 軍事的優位を確立することにあるのではないかと、推定れている。6月18日、日中両政府が、ガス電問題で合意。共同プレス発表で、1、白川、中国名、春行に、日本が開発に参加する、2、アスナロ、中国名、ロンチン南の日中中間線をまたぐ海域での、共同開発区域付近での共同開発との合意内容を明らかにした。 両政府は、具体的な合意内容は、条約交渉を経て確定するとした。しかし、中国名、天外天と、アスナロ、本体、クスノキ、中国名、団教は、共同開発の合意に至らず、共同開発をできるだけ早く実現するため、継続して、協議を行うとした。1月4日、産経新聞が、2007年6月18日の、 日中両政府間の政治合意後も中国が、歌詞、天外天で単独開発をしている事実をスクープした。2008年7月、海上自衛隊の P3C 小海域が、歌詞、天外天のプラットフォーム周辺の海域が茶色く濁っているのを確認し、変色した海域が拡大したり、海面が激しく泡立ったりしたのも把握した。また、同月頃に、 パイプやドリルを使い、菓子、天外店で掘削を開始した。掘削は最短で1ヶ月程度で終わるとされることから、石油と天然ガスの採掘に入ったとの見方が強いと報じた。そして、同日、中国外務省の報道局長は、天外店、菓子が中国の海域であることは、争いがなく、作業を行うのは固有の権利で日本との間に、 共同開発の問題は存在していないと強く反発した。5月16日、産経新聞は中国が2010年から圧力外交に転じ、日本に対して白樺がすげん中国名、春行を共同開発より格下の出資とするように要求したと報じた。新中派の鳩山幸男首相は関係閣僚と協議してこの要求を受け入れ、 出資比率の5割帳を中国側に譲る方針を決めたことを報じた。3月18日、中国海軍は沖縄、沖野鳥島近海で軍事訓練を実施、関西ヘリによる日本の海上自衛隊護衛艦への異常接近行為や日本側小海機に中国艦が速射砲の照準を合わせるなどの無事行為を行った。4月10日にも東、シナ海で 中国海軍の武力陣行動が発生した。4月20日、海上自衛隊の P3C 紹介機に即射砲の照準を合わせ、撃墜の威嚇行動を取っていたことも判明した。5月3日、中国の海洋調査船が日本の排他的経済水域 EEZ 内で調査中の海上保安庁、測量船に接近し、調査の中止を要求する事態が発生したため、 日本側は中国政府に厳重抗議を行った。2016年10月、河村康久が務報道官は新たにガス電、開発施設2基の活動をなされている、可能性が高い炎の確認がなされたとし、同月12日までに、金杉健次外務省アジア太陽州局長により、中日中大使館に対して、一方的な資源開発は認められないとの抗議が、なされた。 菅義偉官房長官は2019年3月22日の記者会見で、東シナ海の日中中間線付近で中国の移動式屈指作船がガス田の敷設とみられる活動をしていることに対して、日本政府が外交ルートを通じて中国政府に抗議したことを公表した。国連海洋法条約第5部排他的経済水域第6部大陸縫楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。